皆さんこんにちはデザイナーの原健也ですここでは「ハウスビジョン2022コリアエキシビション」について解説いたします。まず「コリアハウスビジョン2022」のテーマは「農あるいは「農業」です。これはとても面白いテーマだと思っています。太陽の光を植物の機能を使って 食物に変えていくっていう。まあ純粋にそういう非常にピュアなコンセプトですね。まあこの脳というコンセプトを未来にどのように発展させていくかということが。人間の未来を作り変えていくわけですから。まあ非常に重要な。まあ今世界中が注目しているハイテクノロジーの世界だと思います。今回。コリアハウスビジョンを支えてくれることになった企業は。 マンナ CEA という若い企業ですこの企業はアクアポニックスという全く新しい農法を採用していますこれはどんな方法かというと下で魚を養殖して魚が排泄したものを微生物の力を借りて養分に変えてそれを水耕栽培の植物に与えて そこで野菜を栽培する水耕栽培で、まあ、吸い取られた養分残りの水はもう一度ろ過されて魚の水槽に帰ってくるてそういういエコシステムになってるわけですね。まあこの方法によって単位面積あたりの野菜の収穫量は20倍になったそして使用する水は10分の1で済む。 こう驚異的な数字ですね。まあそういう農業を展開しています。まあ実際に野菜を栽培して市場に卸すだけではなくて、まあこれをプラントとして中東や中南米に展開していると聞きます。同時に市場に卸すだけではなくて、まあ独自のブランドの製品としてサラダのような製品としてエンドユーザーに 直接販路を作っていく直接販売しているという新しいアクアポニックスという農法そのもののブランドのソースとしてですね新しい食品ブランドが展開されているそれがマンナシーの事業ですね今回ハウスビジョンとのコラボレーションをやっている理由はマンナシー a が全く新しいガラスハウスを ソそれを機会にですね、まあ、この土を使わない新しい農業、まあ、農地、まあ、ガラスハウスの周辺に、まあ、どんなコミュニティが展開できるかどういう暮らしがそこに見立てることができるかっていうことに、まあ、興味があるからだと思います。まあ、そこで展開される6つの家はハウスビジョンの展覧会が終わった後も取り壊されず のの施設の一環ととして使用さされれることが計画されています。まあそういう意味ではこれまでのハウスビジョンとは違った実践的な家が生まれてくるんじゃないかということとそして未来型の農場と家やコミュニティの新しい交差点をどういうふうに発見するかというのは非常に心躍るテーマだと思います。 これは具体的なハウスビジョンのサイトなんですけれどもまあ大きくガラスの空間が展開しておりますがあそこが農場ですね1番から6番が新しくできる展示ハウスですこれはチョイ・ウックが提案する小さい家まあ韓国の伝統的な まあ建築法である土地に逆らわない小さい区画のものを垂直水平に展開しながら増築していくあるいは家そのものを作っていくというそういう建築の方法でできたまあ伝統建築の手法を使った全く新しい家ですね民村人が提案する K ファームユニットはガラスハウスの内側に展開される家です。 ガラスハウスそのものが既に温度や湿度が制御された環境ですからもう既にあらかじめ風をしのぐ空間の中にさらに展開される家は素材も軽くてしなやかで機能ごとに分割された住空間が、まあ、非常にそのオープンな廊下でつながっていくような、まあ、非常に開放的な構造を持った家です。 まあ自動車がけに注射されていますけれどもおそらくはまあ電気自動車だと思いますけれどもまあこのガスを排出しない車はおそらく住宅の機能の一環としてまあ家の近くで機能しているんだと思います。それから蒸気さんが提案する旅家。 現代的に再構築したも例えば農場のような非常に景観のいい開けた場所でぽつりと人間が行こう場所ができるというのがこの家のコンセプトですけれども、まあ、この家の中でどのような営みをこう行うかということはまだ決まっていませんけれどもその機能が定まらないエンプティーな家というのがこの家のコンセプトなので、まあ、どのような展開になるかということが期待されます。 キム・デギョンが提案するカルチャースマートファームはこれは家ということではなくて農村部ににどういううういいい都市機能を栽培すす。るかというふうに本人は語っています都市機能の栽培というのは比喩的な言い方ですけれども都市の中にあって農村部にないものというのは確かにありますね。 インフラもそうなんですけどもこのハイテクインフラが整備されてくるとそこに足りないものがやっぱり図書館とかあるいは音楽ホールとかあるいは映画を見る場所であるとかお茶を飲む場所であるとか、まあ、都市機能の中に装着されていて、まあ、快適と思えるものをどうやって新しい空間の中に翻訳して装着していくかっていう、まあ、都市と同じものが展開されるはずはないので。 どういういいものになっていくのかとということが期待されまあ元来ガラスハウスというのはとても素敵な場所で花が咲いているというよりもなんかこの大きなヘチマがなってるそういう素敵な空間が例えばレストランとなったりとかあるいは書斎になったりということを考えるととても面白い可能性が見えてくるんじゃないでしょうか。無印良品もも参加ししてておりましてここは私も 三角した洋の家が展開されますこれはその家の内部と外部が一つ流がりの空間として開放的に開かれたもので今回の場合は庭にごく小さな畑を作りましてまあ食べられる庭と称しているわけですけれどもまあ今とそれから食べられる庭が一つ流がりになったような空間はどうだろうかそんな暮らしはどうだろうかというまあそういう,こう新しい家の提案です。 こういう暖炉で取ってきたばかりの野菜をバーベキューですぐ食べてしまうみたいなことも想定されるわけですけれども、まあ果たしてどんな家が具体化されるでしょうかナ。ナフニョンが提案する100%キッチンはこれは農場のすぐ脇にある野菜のレストランですね。ですからすぐそばで野菜が育っていてそれを もぎたててで食べいいくという,ふうなススタイルのレストラ例えばこれもまだインテリアはこれから考案中ということですけれどもまあ従来のレストランとは野菜の食べ方や教師方も全く違うじゃないかなというふうにも思いますしまあ,ある意味ではその農場からそれを消費するレストランまで野菜を運ぶっていうロスがなくなるわけですから食物ロスなんかに関しても 大きな貢献ができるじゃないかという新しいレストランスタイルが期待されていますその他にもチョ・ビョンスが提案する呼吸する家そしてイム・デビョンが提案する農村型の中間住宅そしてソン・ボンギュが提案するニューアーク これもやっぱり広大な敷地の中のポツリと人間が休息するための空間だと思いますがニューアークそしてユーボラが提案する新しい移動体これはタクシーでも移動販売でもなくて都市機能の中にあるユーティリティそがどうやって農村部に装着されるかということを考えると移動体そのものに さまざまなコンビニエンスな機能を満載して巡回させていくということで新しい都市のまサービスや連携をつくっていくいうそういうことの提案だと思いますね。果たしてどんな移動体ができてくるでしょうかまこういうさまざまなアイデアが具体化されたりま CG あるいは模型で提案されていくわけですけれどもこれが実際のガラスハウスの農場で展開されているところに価値があると思います 今は着々と建築中ということですけれどもこれがどんなふうに仕上がっていくのか出来上がった家のインテリアやそのあたかも本当に暮らしがあるようなリアリティまで皆さんに見ていただけると期待していますので僕もコロナが落ち着いたらまずは駆けつけてこの家をしっかり見てみたいと思いますし。 展覧会のためにこれを仕上げていくために一働きできたらと考えております。それではまた郊外の農場住宅でお会いしましょう。よろしくお願いします。